立憲民主党らブーメランで大現状お土産批判で。立憲民主党などのお菓子の野党が、岸田首相の長男である政務秘書官が欧米訪問中にお土産を購入したことを批判しておりますが、悪夢の民主党政権の鳩山幸夫元首相が、アメリカのオーバマー元大統領と会談した際にお土産を購入し、当時の民主党の議員に配っていたことが、複数の国会議員のブログで、 明らかになってししままいましたこの事実について、国民民主党の玉木代表は記者会見にて、正直申し上げて、民主党政権の時もありましたなどと認めておられますが、こちら、国会において立憲民主党などのおかしな野党がお土産どうこうとくだらない通及を行っておりますけれども、秘書官というのは駒使いとして、 雑用もこなさなければいけませんのでそれも公務ではないんでしょうかお菓子の野党の皆様には週刊誌の真似事をするのではなくて国民の代表たる国会議員としてもう少し中身のある議論を行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました